い、皆さんどうもこんばんは。無限かつゲーム実況チャンネルです。本日は天神の続きをやっていきましょう。本日は15日目からの続きなので、16日目、火曜日に突入したいと思います。さあ、16日目に入ってどのように声は動くのかな。もう中田さんしかないや。宿題の範囲忘れたよ。こっちにしようか。宮に今晩の買い出しを頼みに行くか。しまった、晩ご飯の材料が全くと言っていいほどないんだった。たまには宮に行かせるか。うん、それがいい。よし、忘れないうちに頼みに行こう。あれ、あの二人組って。宮、中田さん。あ、お兄ちゃん。先輩、二人で何してるんだ。二人でジュース買いに行くのね、サイちゃん。はい、かわいい。あ、お手洗いに行ってからだけどね。そんなの一人で行けばいいじゃないか。そうですよね。ダメダメ、さえちゃん一人で行かすなんて危なっかしくて。危ないかな。そんなことないだろう。いやいや、そんなことあるんだな、これが。え？この間なんかね、さえちゃんが昼休みにトイレに入ったの。ああ、あ、みゆちゃん。それでね、少し経ってトイレから出ようとしたら、男の子たちがトイレの前で立ち話を始めちゃったんだって。ふむふむ。お兄ちゃんならどうする？は？どうするもこうするもないだろう。普通に出るよ。そう、それが普通。珍しくお兄ちゃん正解。でもさえちゃんはね。まさか中田さんは。立ち去るまでずーっとトイレから出ないの。ずーっとだよ。え、なんで？怖くて恥ずかしかったんだって。そのせいでさえちゃん昼ご飯食べる時間なくなっちゃったんだよ。そんなことが。びっくりでしょ。確かにそれはまずいな。しょ、狼の群れの中に子猫ちゃんを放り込むようなもんだよ。何か違わないか。あ、ミヤたち急ぐから。それじゃあね。ああ、失礼します。あ、中田さんが転びそうになった。持ち直したな。うん、ミヤよりも危なっかしいのか。中田さんってちょっと面白いかも。あ、しまった。宮に買い物を頼むの忘れてたよ。まあいいなぁ。でもドジっ子もいいね。ドジっ子属性は、もう、なんだろう。理想的だよね。もうここら辺中田さんばっかりじゃん。しまったな、今日提出の宿題やってなかった。しかも範囲忘れてたし。梅原は開き直ってるし、気は進まないけど高橋先生に聞くか。あれ、あそこにいるのって中田さんだよな。田野先生と話してるみたいだけど。田野先生苦手なんだよな、ネチネチしている感じが。もうどこでもこれじゃん。もうやばいね。社会人にならないよ。完全に怯えてるな。あー、もう見てられない。田野先生。先輩。2の A の無限パンダです。
何かお困りですか？ありがとうございます。いや、いいんだよ。男の人は苦手って言ってたもんね。あ、はい。緊張しちゃって言葉が出なくなっちゃいます。そっか。こんなんじゃダメですよね。ダメってことはないと思うけど、ちょっと不便かもね。はい。こんな調子ですから、やりたいこともできないですし。え、やりたいこと？何がしたいの？内緒です。そっか。こんなんじゃろと中田さんと話をした。男の人とはうまく話せないか。それにやりたいことって一体なんだろう。あ、宿題の範囲聞くの忘れた。まいったな。全部これじゃん。お、矯正イベント。おお、いい天気だな。ただの思いつきだったけど、屋上に来て正解だった気がするぞ。こうしているとなんだか、あれ、よく見ると誰もいないじゃないか。なんやそれ。この屋上に僕一人だけ。一人だけなら何をしても大丈夫。おお、なんだかテンションが上がってきたぞ。よし、そうだ、気分もいいし、何か歌を歌ってみるか。それじゃあ、やっぱり熱血のヒーローソング。よし、こういう時は特撮ヒーローの定番、イナゴマスクの歌しかないよな。僕大好きなんだよな。じゃ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 ーん、イナゴ、イマゴ、イナゴマスク。翼が折れても折れない信念、帰り討ちあっても立ち上がれ。勝負に負けても負けない勇気、騙し討ちにあっても立ち向か…もうなんやねんこれ。もういい、もういい、もうこうして屋上で熱唱した。聞かれとるやないかい。そして好感度上がるというね。でも中田さんはもう知り合いだからな、憧れじゃないからね。恋愛には発展しないからな。お、もう中田さんのイベントしかないじゃん。くら、梅原と宝物取引だ。校舎裏に行くか。図書室に来てみたら何やら危なっかしい状況の中田さんが。なこっち。なんとなく読書をしたい気分だ。もう秋も終わったっていうのに。まあそんな日もあるよな。さて今日は何を読もうか。悩ましいなあ。あれ、脚立に登って本を選んでるの中田さんだよな。あ、バランス崩した。なんていうか危なっかしいな。僕が取ってあげるべきか。いや、でも本を取ってあげよう。僕が取ってあげよう。中田さん大丈夫？僕が。あ、危ない。あ、大丈夫中田さん。先輩、手がダメです。
これまずいね。これまずいね。これ引いた時に、これ視聴者も引いちゃうね、これ。ちょっと待って。これはまずい。あー。これはもう完全に。え、あ、ごめん。完全に行っちゃってるね。ごめんね、中田さん。僕が代わりに本を取ろうと思って、その。決してわざとじゃないんだ。本当にごめんね。こうして中田さんを驚かす結果になってしまった。ひたすら謝ってなんとか許してもらったけど、あれはまずいよな。それにしても、いや、なんでもない、なんでもない。おい、こら。主人公、こら。あ、やっと七崎来た。そう、やっと七崎。帰宅部として何か行動するなら、たまには違う道で帰ろう。さてと、今日は新しい帰り道を開拓しながら帰るとするか。と意気込んでみたけど、結局桜坂を下るまでは一緒なんだよな。そこからとなると河原へ出てみた方が面白そうだぞ。よし、早速行ってみると。冷え込んできたな。やっぱり風邪をひくのもバカらしいし、ここはいつもの道で。いや、ダメだダメだ。今日は河原の方から帰るって決めたんだ。よし、行くぞ。なんだか夕方の河原って綺麗だよな。ザザザ。お、後ろから何か来たぞ。うちの学校のジャージだ。部活のランニングってところかな。でもこんなところまでランニングをしに来てるなんて、運動部も大変だよな。僕は帰宅部でよかった。あ、わ、やばい、キラキラしてる。いいね、七崎。そうか、水泳部のランニングで。水泳部の期待の新人か。七崎も頑張ってるんだな。いいね、こうやって頑張ってるとこ見るとなんかときめくよね。七崎、僕と目が合った瞬間になんだか照れくさいような顔をしてたな。正直に僕もドキッとしたけどさ。こういうのってちょっと意識しちゃうよな。そうだね、これ偶然会うっていうのもなんか意識するよね。なんでだろう。さあ、好感度が全然上がんない。とりあえず次へ進もう。もうほぼこの2人のイベントになってきたね。七崎と中田さん。あ、先輩、おはようございます。あ、七崎か、おはよう。今日は早いんですね。うん、少し早めに家を出たんだよ。じゃあせっかくですから、お、一緒に登校しませんか。わ、嬉しい。ちょっと距離縮まってるよ。ははは、そうだな。いいね。梅原絶賛の新しい図書委員、たまには読書もいいかもしれない。七崎と会話しよう。
っち行こうか。そういえば前に梅原がすごく可愛い図書委員がいるって言ってたけど、さてどこにいるんだろう。お、いたいた。カウンターで仕事をしているあの子だな。うん、さすが梅原。ちゃんと見るとこ見てるよな。そうだ、あの子がカウンターにいるなら本を借りればさりげなく話ができるじゃないか。よし、そうと決まればすぐに何か本を選ぶとするかな。どれにしようかな。キョロキョロ。あの子の気を引くならロマンチックなものを選んだ方がいいよな。あの子が間違いなく僕に好印象を持ってくれるような本か。あ、これだ。この新刊の恋愛小説なら。よし。出た。うわ、梅原。うに、まさかこいつも。お前どうして。それこっちのセリフだよ。しかもその小説は俺が狙ってたんだぞ。え、恋愛小説を梅原が。そういうお前こそ恋愛小説なんて柄じゃないだろ。まさか俺と同じことを考えて。じゃあお前もあの図書委員の気を引こうとして。悪いかよ。悪くないけど、これは僕のだからな。誰がお前のだって決めたんだよ。見にくい。この恋愛小説は俺を待ってるんだ。七崎がいるだろう。もういや、やめろよ梅原。この本に先に触ったのは僕だぞ。いいや、最後に手に取った方が勝ちだ。だったら絶対に渡さないからな。あの、すみませんが、あまりの迷惑なので静かに。うわ、七崎チャンス。残念だったな。まったく、やかましいと思ったらやっぱり先輩たちでしたか。図書室は遊び場じゃないんです。それくらいわからないんですか。ごめん。ところで先輩、先輩は今暇なんですよね。梅原先輩とふざけていたくらいですし。まあそうなるかな。でしたらあそこにある本を取ってもらえますか。え、そっか、長崎じゃ届かないのか。よいしょっと。はい、これでいいんだよね。ありがとうございます。数学の参考書か。はい。もしかして七崎は数学が苦手なの。ええ、まあ最初は友達に聞いてたんですけど、その説明がもうわからなくて。そうなんだ。雰囲気だけで言うと数学とか得意そうに見えるんだけどな。七崎、どうかしたのか。あの、ん、先輩って数学は得意なんですか。わ、もうこれ仲良くなる絶好のチャンスじゃん。そうだね、それなりに得意な方かな。それなりですか。教えようかって。僕は成績がいい方じゃないけど、その中で数学だけはマシな方なんだ。俺が教えようかって言えって。信じられません。僕にだって取り柄ぐらいあるよ。そうですか。わかりました。そこまで言うのであれば、教わってあげてもいいですよ。いや、もうかわいい。もうこのなんか、背伸び感。あれ、なんだか立場がおかしいぞ。どうして七崎が上から物を言うんだ。先輩は、今暇なんですよね。ほら。ではお願いしますね。わかったよ。まあいいかって感じで、この数式を代入すれば全部が一つの式にできる。
ね。ほら、図にすると分かりやすいだろ。こんな感じになるんだよ。あ、なるほど。分からないものを分かるように置き換えちゃえってことなんだ。はい、分かります。そしたらあとは解くだけだよ。はい、やってみます。そういえば、ミヤもこの間同じところで詰まってたよな。まあ、手順さえ分かれば簡単なんだけど、なかなかそうもいかないんだろうな。できました。どれどれ。うん、バッチリだよ。どうしたの。ありがとうございました。いや、大したことはしてないよ。そんなことないです。とっても分かりやすかったです。それで、また分からないところがあったら教えてもらえませんか。そうだな。いや、もうこれでしょ。だってね。うん、暇な時は教えてあげるよ。はい、それで構いません。ははは、分かったよ。頼りにしてますから。あ、それじゃあ私そろそろ戻りますね。うん、すみません、失礼します。またな、七咲。そっか、七咲は数学が苦手だったのか。女の子は数学が苦手って言うけど、まさか七咲もとは思わなかったな。うん、なんだか可愛らしい一面を見られたような気がするぞ。おっと、こうしてる場合じゃない。僕は本、借りる本を探そうとしてたんだよな。図解、相撲大辞典か。おお、時代に埋もれていた幻の技を図解で解説だって。よし、これにするか。ロマンチックには程遠いけど、これなら話しかけるきっかけとして申し分ないだろう。うーん、七咲がいるのに。お、仕方ない、仕方ない、七咲に数学教えてやるか。女の子のグループがはしゃぎながら近づいてくる。隠れて様子を伺ってみるか。長崎と会話しよう。これだ。お、あそこにいるのは長崎か。あ、数学の自習をしてるのか。頑張ってるな。そういえば長崎に暇な時は数学を教えてやるって言ったんだよな。よし、軽くポイントを教えてやるか。よう、調子はどうだ。あ、先輩。約束通り数学を教えに来たぞ。え、本当ですか。うん、それは助かります。実はもうすぐ小テストがあるのに、あまり進んでいなくて。あ、そうなんだ。はい、一応参考までに聞いておくけど、七咲の数学の先生って誰。白髪のおじいさんの。あ、あの先生か。そうだな、だとしたら、うわー、これどっち、うわ、これどっちだろう。公式を暗記させる、基礎から教える、基礎でしょ。やっぱりやるなら基礎からだよな。基礎ですか。うん、中途半端に公式だけ覚えるより基礎からやった方がきっと早いよ。だってやっぱり基礎が大事だろ。それと一緒だよ。うん、なるほど。よし、じゃあ分からない単元の最初からポイントを整理していこうか。はい。という感じかな。なるほど、すごく助かりました。これで一通りは大丈夫だと思うよ。ありがとうございました。あとは七咲の頑張り次第だね。ええ、どうにかやってみます。
あ、もしわからないこととかあったらまた気軽に聞いてくれればいいから。はい。それじゃあ僕はこれで。あ、先輩。え？私、頑張りますから。結果を楽しみにしてるよ。わかりました。教えてる間はずっと渋い顔してたけど本当に大丈夫なのかな。うん、ちょっと心配だな。さあ、お、七咲と会話。会話がダメなんだよな。おい七咲。今少しいいか。はい、別に構いませんが。じゃあちょっとでも話しないか。え、あ、はい、いいですよ。そっか、それじゃあ、どうかな。のスタート、頑張らし。中学の頃って普段何をしてた？今とはあまり変わりませんね。毎日部活をしていました。部活っていうと？水泳部ですね。で、中学の時もか。はい、私泳ぐのが本当に好きなんです。もう一回 OK。 長崎は何か委員会に入ってるのか？あ、いえ、私は入ってないんです。そうなんだ。はい、本当はやりたいんですけど、今は部活に集中したかったので。そっか、それなら仕方ないね。ええ、仕方ないですよね。もう全然じゃん。もう一回。長崎が郊外で好きな場所ってどこなんだ？あまりどこというのはありませんが、静かな場所であれば。例えば公園とか海岸とかかな。あ、はい、どちらも好きですよ。やっぱりそうか、予想通りだな。そうですね。ここ大事よ、運動。そういえばこんな話を知ってるか。もう難しい。もう、もう難しすぎるわ七崎。やばいな、会話が全然うまくいかない。あの声は焼きたての焼き芋屋さん。距離が縮まりません。小腹が空いたな。家に帰って晩ご飯まで我慢するか、それとも商店街で買い食いするか。焼き芋芋。おお、この声はほかほかの焼き芋屋さんじゃないか。最近見なくなったよね、焼き芋屋さん。たまには焼き芋もいいよな。よし、追いかけて声をかけるとするか。あ、あの車がそうだ。あれ、あそこにいるのって七咲だよな。何してるんだろう。おい七咲。え、あ、先輩。どうしたんだこんなところで。なんだか焼き芋屋さんの方を見てたけど、もしかして七咲も焼き芋？それは好きなんだ。どうしてそこで赤くなるんだ。うん、もしかして。どうしよう、焼き芋を七咲も食べるだろ。え、あ、はい。じゃあちょっと待っててくれよ、今買ってくるからさ。ありがとう。
すみません、あの焼き芋2つお願いします。はい、え、でもやっぱりいらないなって言えないしな、仕方ない、ここは七崎に、七崎ちょっと来てくれ。あ、はい。ごめん、まさかお金が足りないとは思わなかったから。いえ、別に構いませんよ。このお金を改めてちゃんと渡すから。私も出そうと思ってたので、別にいいですよ。でもそういうわけには。いいんです。それよりも、せっかく熱々なんですから、冷める前に食べましょう。うん。お、これは美味しいな。本当ですね。ホクホクしててとっても甘いです。ははは、嬉しそうだな。え、そうですか？めっちゃ可愛い。うん、満足って顔してるよ。でもそれなのにさっきはどうして焼き芋を買おうとしてなかったんだ？実は焼き芋を買ってるところを見られるのが恥ずかしくて。それってもしかして、もうこれどれ？おながらが出るからお芋を頬張るのが恥ずかしいとか。いや、これストレートに聞かん方がいいよね。お芋を頬張るのが恥ずかしいから。え、それは別に。でもお芋を口に頬張るのってなんだかはしたなくない？私はそんな風には思いませんけど。でもそれならどうして焼き芋を買うのが恥ずかしいんだ？それはこれといった理由じゃないんですけど、女の子一人で買うには抵抗があって。そうなんだ。うん、女の子ってよくわからないな。焼き芋を買うのに抵抗があるのか。じゃあこれから焼き芋が食べたくなったら僕に言ってよ。え、僕がいつでも買ってきてあげるからさ。はい。こうして七崎と焼き芋を食べた。焼き芋一生懸命頬張る七崎、ちょっと可愛かったな。可愛いね。さあ、お、いいよ。ただこの憧れの上に行けてないんだよな。じゃないと好きに行けないから、このままだと仲良しになっちゃう。さあ、何が待ってるんでしょうね。でもうイベントが何のイベントもねえわ。時間進めます。やばいな、誰とのイベントもねえわ。あ、七崎、忘れていた焼き芋代を七崎に返しに行く。七崎はどこにいるんだろう。しっかり忘れていた焼き芋代を返したかったんだけどな。プールには誰もいなかったし、あ、もしかして部室かもしれないな。よし、ちょっと行ってみるか。水泳部のドアは、あ、ここか。すみません、あれ、誰もいないのかな。すみません、誰かいませんか？あ、はい。どちら様でしょう？2年 A の無限です。あの、七崎さんはいますか？先輩？あ、七崎だったのか。はい。あの、私に何か。
うん、ちょっとね。でしたら少し待ってもらえますか。今着替え中なんです。あ、うん。それとも一緒に着替えます？おいおい、私は別に構いませんけど。おいおい、そう言われてもな。え、こんなとこも選択肢。え、でもごめん、僕は外で待ってるよ。え、それでいいんですか？挑発的だな。いいよ。現実的ですね。先輩の言葉とは思えません。七崎、冗談ですよ。すぐに着替えていきます。階段の下で待っててもらえますか？まあ、最初のね、評価点が低いからもう上がるしかないもんね、主人公の評価が。出会いは最悪でしたからね。すみません、お待たせしました。うん、いいよ。それで用事って何ですか？あ、うん、あの時の焼き芋代を返そうと思ったんだ。え、でも代金は私も出しますって。そういうわけにいかないよ。だいたい最初に買うって言い出したのは僕なんだからさ。借りたものはちゃんと返さないと気分が悪いだろ。それでわざわざ。うん。先輩って見かけによらず律儀なんですね。それって褒めてるのか？はい。あ、でも一ついいですか？え？こうして部室まで来るのは今回で最後にしてください。え、どうして？部室には他の女子部員もいますから。あ、まあそうだよね。あ、そっか。着替え中に部外者の男子生徒が来たら確かにいい気はしないよな。そういうことです。わかった、これからは気をつけるよ。お願いします。では私はまだ用事がありますので。うん、じゃあまた。はい、それでは。今日はわざわざありがとうございました。さて、七崎に返すものは返したし、僕はそろそろ帰るとするか。お、ちょっとずつ進むね。まあイベントないからもう一日が早えわ。さあ、好感度。動き全くなし。寝ます。いやーやばいなーこれ。いけんのか。果たしてクリスマスまでに無限パンダくんは七崎ちゃんと付き合えるのか。七崎が噴水をじっと見つめているぞ。ちょっと声をかけてみよう。あれ、あそこで噴水を眺めてるのって七崎じゃないか。考え事してるみたいだな。よし、ちょっと声をかけてみるか。よっ七崎。あ、先輩。どうかしたのか？何か考え込んでるみたいだったけど。え、そう見えました。うん、そうですか。うん、なんとなくだけどね。あの先輩、一つ聞きたいんですけど。うん。先輩って小学校の頃はどんな子供だったんですか？お、なんでや。どんなって普通だと思うけど。普通ですか。なんでそんなことを聞くんだ？あの、実は私弟のことが心配で。へえ、七崎には弟がいるんだ。なんて名前なの？あ、イクオと言います。今小学2年生。イクオ、渋い。なるほど。それで最近のことなんですが、私イクオのことで少し悩んでいることがあって。
というと？いつも私にべったりで、ご飯もお風呂も一緒にってダダをこねたりするんです。お風呂も？はい。でもその割に私の言うことをちゃんと聞かなかったりとか。なるほどね。それで僕の小学校の頃の話を聞いたんだ。はい。あ、そうだ先輩。ん？ミヤちゃんはどうでした？あ、小学生時代？え、やっぱりミヤちゃんも先輩に甘えたりしたんですか？それほどでもなかったかな。でも僕らの場合は年も近いからさ。そうですね。それに男と女は違うから参考にはならないんじゃないかな。実際男の方が甘えん坊だしね。え、そうなんですか？うん、だから七咲がそこまで心配しなくても大丈夫だと思うよ。そうかもしれませんね。でも家でもあんな調子だと学校ではもっと周りに迷惑をかけてるかなと。弟の小学校ってどこなの？キビナ小学校です。え、キビナ？はい、それが何か。いや、僕もキビナ症だったんだよね。そうだったんですか。ん、待てよ、弟がキビナ症ということはもしかして七咲も？はい、キビナ小学校です。ということは昔僕と会っていたかもしれないのか。そうなりますね。あ、じゃあ聞くけど、高学年の頃担任の先生って誰だった？私は藤田先生でした。そっか、僕は大村先生だったんだよ。あ、あの優しい先生ですね。え、よく知ってるな。はい、委員会で何度かお世話になったことがあったんです。あー、なるほどね。懐かしいですね。うん、そうだな。そういえば昔はよく小学校の滑り台で遊んだっけな。あ、それなら私も遊びました。確かイカの形の変な滑り台だったよな。え、あれはタコの滑り台だった気がしますけど。違うよ、あれはどう見てもイカだよ。いえ、残念ながらタコなんです。そんなはずないって。間違いありません。でもあれは間違いなくイカだよな。なんだか納得がいってないみたいですね。まあね、だってあれは。では今度確かめに行ってみますか。あ、うん、じゃあ次の日曜の夜なんかどうだ。そうですね、構いませんよ。日曜の夜でしたら誰もいないでしょうし。じゃあ決まりだな。はい。よし、後で謝っても遅いからな。謝るのは先輩だと思いますよ。日曜が楽しみだな。そうですね。ちょっと軽いデートじゃん。え、あ、もうこんな時間か。みたいですね。じゃあ僕はそろそろ教室に。あ、先輩ありがとうございました。ん？ああ、弟のことか。安心できました。そっか、それならよかったよ。では失礼します。うん、またな。よかったな七咲。しかしそれにしてもまさか七咲と同じ小学校だとは思わなかったな。でもこれで僕の記憶の良さを見せつけてやれそうだな。日曜が楽しみだ。イベントがない。さあ、休みイベント。トイレに行ったついでに新しい本を探しに来てみたけど、そうそう新刊なんて入るはずないよな。仕方ない、本棚の方でも少し見て回るとするか。
あそこに一冊棚から飛び出してる本があるけど、なんだろう。タイトルは誰でも簡単実践魔術辞典。こんな怪しげな本がうちの学校の図書室にあるなんて。でもこんな本を一体誰が、借りてる人がいるぞ。たった一人だけど貸し出しカードに名前が書いて、これなんて読むの、ドバーイか、鳥羽先輩が借りてるだけで、なんだかこの本の説得力が数倍に。ちょっと中を見てみるか。鳥羽真中かな、あの茶道部の先輩じゃない、パラパラ。へえ、魔術って言っても結構いろいろな種類があるんだな。この今すぐ挑戦おまじない特集なんて本当に今すぐ試そうそうだな。どれか一つくらいやってみるか。え、これでしょう、恋愛政治の呪文を唱えてみる。うん、やっぱり恋愛政治だな。これは呪文を唱えるだけか。なになに、レバンガレバンガトイファトイファレアテアコルキデバレア。こんなのでいいのか。あのすいません。まさかもう呪文の効果が。そんな嘘だろ。でも実際こうしてその伝えようかどうかすごく迷ったんですけど。遠慮しないで言ってよ。それがこの恥じらい具合は間違いない。すごいすごいぞ魔術。あなたの来るぞ。こういう時はとりあえずお礼を言ってからズボンのチャックが言ってます。ありがとう。はい、まあそういうオチよね。漏れずに気まずかったぞ、いつからこんなに全開で。そうか、図書室に来る前にトイレに寄ったんだっけ。失敗したな。もうくだんないよイベント。そしてなぜか評価が上がる。図解相撲大辞典を図書室に返しに行こう。ふう、読み終わったぞ。この相撲の本思った以上に楽しかったな。一つ一つの技が図入りで解説されてるし、何より過去にこんな危険な技があったなんて知らなかったよ。今度この技を目洗って試してみるか。きっと驚くぞ。それにしてもうちの図書室って意外と面白い本があるんだな。よし、この本を返すついでにもっと面白い本を探してみるか。あ、先輩、ちょうどいいところに。あ、七崎どうしたの。先輩にお礼を言おうと思って探してたんです。僕にお礼。はい、数学の小テストの件です。図書室で勉強を教えてくれましたよね。それで先輩に教わった通り基礎からしっかり勉強し直してみたら、なんと80点も取れたんです。お、すごい。おお、それはすごい。全部先輩のおかげです。本当にありがとうございました。でも全部は言い過ぎだろう。いえ、そんなことはありませんよ。もしあの時先輩の助言がなかったら、私は公式を丸暗記するつもりでしたから。そんなことをしても理解してなければこの点数は取れませんよね。ああ、確かにそうだな。だから先輩のおかげなんです。ああ、じゃああの選択肢良かったんだ。ははは、なるほど。それでもしまたわからないところがあったら。うん、いつでも聞きに来ていいよ。ありがとうございます。あ、それじゃあ私次は特別教室なのでもう行きますね。うん、失礼します。
紫が80点か。きっとかなり頑張ったんだろうな。何にしてもよかったな、七崎。さてと、それじゃ気分が良くなったところで、僕は図書室に向かうとするか。お、いいね。一歩ずつ前進してるよ。さ、やっぱり一緒に着替えるのも悪くないな。七崎に頼みに行ってみるか。七崎と会話をしよう。わ、これどっち？これこっち大丈夫なのかな。こっち行ってみようか。一緒に着替えますか。か、前に水泳部の部室に行った時、確か七崎はこんなこと言ってたよな。それってよく考えてみれば、僕ら男にとって夢のようなイベントじゃないのか。よし、今日は七崎と一緒に帰って、今度一緒に着替えさせてもらえるように頼んでみるか。もうバカだな。プールにはもう誰もいなかったし、七崎は部室だろうな。よし、ちょっと行ってみるか。もう来ないで、混んでくれって言われたろう。あれ、今日は人の声が。そういえば七崎が確か他の部員がいる時もあるから部室には来るなって言ってたっけ。え、なるほど、確かにこれは部外者が近寄れる雰囲気じゃないな。おとなしく待ってた方が身のためだな。随分遅いな。七崎はまだかな。あ、また黒猫。あれ、お前は。待てー。出た。あ。あ、お兄ちゃん。ミヤ。なんてタイミングだよ。これから七崎にお願いをしようっていうのに。こっちに黒い猫が来なかった？黒い猫？うん、私が遊んであげようと思ったらパパって逃げちゃったの。あ、なるほど、あいつはミヤから逃げてきたのか。そういうことなら話が合えぞ。七崎が来る前にミヤを追い払おう。いや、こっちには来てないぞ。見間違いじゃないのか。ううん、絶対こっちに来たもん。ちょっとこの辺を探してみる。それはまずい。早くどうにかしないと七崎が出てきちゃうぞ。なんかいい手段は。あ、なあミヤ、お前知ってるか。あ、何？これどっちだ。こっちでしょ。この階段で起きた悲しい事件のことだよ。実はな、前にこの階段で。嘘、そんなの嘘だよ。まあ最後まで聞けよ。まだ何も言ってないじゃないか。いやー、どうせ幽霊が出るんだとか怖いことを言うんでしょう。かわいい。知らない方がいいことだってあるのだ。ミヤ、絶対聞かないからね。お、成功した。ははは、うまくいったぞ。ミヤはこういう話が苦手だからな。もっとも悲しい事件って言っても梅原が覗き未遂で捕まっただけのどうでもいい話なんだけどさ。うまくいったぞじゃないですよ。わあ、もう聞かれてるよ。あ、どうも。わあ、七崎。先輩、あまりミヤちゃんをいじめちゃダメですよ。もしかして今の話を。はい、全部聞いてました。どうしてあんなことを言うんです？兄弟なんですから、もっと優しくしてあげないと。いや、それは。それは？こっちだろ。七崎と一緒に帰りたかったから。え？さすがにここで一緒に着替えたかったからとは言えないよな。二人でってことだよ。
あれ、もしかして七崎のやつ照れてるのか。でもまあ確かにミヤには悪いことしたと思う。ごめん。いえ、それを私に謝られても。そうだよな。ともかくこれからはああいうことはしないようにするよ。だから今日のところは。いえ、それは別にいいんです。ああ、よくはないんですけど。いいです。そっか。うん、なんだか理由が理由だけに七崎も怒りにくいって感じだな。わ、すごい。それじゃあ帰りましょうか。なんかあれだね、この付き合う前のちょっと独特な空気感というか、お互いの気持ちがお互い分かってないみたいなあれがあるね。そうだな。もうこれ好きじゃん。こうして七崎と楽しく下校した。ミヤが来たせいでそもそもの目的は果たせなかったけど、これはこれでよかったな。これはこれでいいのよ。変なお願いしなくていいのよ。好感度、七崎は上がらないな。とりあえずセーブ。さあ20日目。いやちょっとそろそろ、お、七崎がイベントが2個ある。両方会話か。先輩。あ、七崎か。今ちょっとだけいいですか。私、先輩とお話がしたいんですけど。お、向こうから言ってきてくれてる。そうだな。七崎と話か。どうしよう。いいようでしょ。ありがとうございます。いや、どうせ僕も暇だったからさ。どうでしたか。さあ、まあ、世間話からだよね。七崎はあだ名で呼ばれたことはあるの。あだ名ですか。もしかしてないかな。あ、いえ、ありましたよ。小学校の頃ですが、アイアイって呼ばれていたんです。ありがちね。アイアイか。すごく可愛らしいあだ名だな。ええ、なんだかお猿さんみたいですが、当時はすごく気に入ってました。へえ、そうなんだ。勉強。ああ、ダメか。じゃあもう一回席を戻し。あの、先輩は生まれ変わったら何になりたいですか。生まれ変わったらか。はい。そうだな、江戸時代の城かな。お城ですか。敵に攻められても落ちない城ってなんだかかっこいい気がしないか。男のロマンだよ。なるほど、ロマンですか。評価上がるんかい。これ勉強じゃないの。勉強かな。運動行こう。 OK。 七崎って小柄な感じがするけど筋肉はついてそうだよな。ええ、それなりにはですが、よかったら触ってみますか。おお、マジかい。いいの？これドキドキするよ。じゃあ。冗談ですよ。
本気にしないでください。なんだびっくりさせるなよ。すみません。アタック行きたい。アタック行けないのか。行動は届ける？あ、ダメだった。難しいね。これでもな、今評価上がってないから無理に会話しても意味ないんだよね。いや危なかったな。まさか次の授業のプリントをロッカーに入れたままに。ん？あれ？なんだこの足元の赤いシミは。これは血じゃないか。何この急にかまいたちの夜みたいな音は。しかも点々と跡が続いてるぞ。うん、血の量からすると大した傷じゃないとは思うけど、でもここで何か事件が起こったのはまず間違いないだろうな。よし、まずは冷静になるんだ。無限パンダ、とにかく状況を分析することからだ。誰もいない廊下、残された血痕、凶器は見当たらないし、被害者も。え、被害者？そうだよ、被害者はどこだ？まずい、まずは怪我をした被害者を探さないと。ん？あそこでうずくまっている男子が被害者じゃないのか。君、大丈夫か？安心するんだ、僕が来たからには必ず犯人を。鼻血なの？もしかして不審者に殴られたとか。じゃあ秘密結社に追われているとか。え、なんだって？確かにその状況になれば僕だって鼻血が出るかもしれないな。うん、なんだか他人事は思えないぞ。保健室まで連れて行く。念のためこのまま保健室に行った方がいいんじゃないかな。よし、じゃあ僕も一緒に行ってあげるよ。いいっていいって、保健室に行く途中で貧血になって倒れるかもしれないだろ。よし、それじゃあゆっくり行こうか。あ、あやつじさん。なんで怒んのよ。すっごい目で見るじゃん。やばいな。消化しました。うん、これやばいな。七崎このまま仲良し行っちゃうよ。はい、というわけでですね、本日の天神実況はここまでにしておきたいと思います。また次の実況動画でお会いしましょう。それでは皆さん、またバイバイ。